直接狙った。フーバッタ勝ち越せ。セゼーナ。裏を狙っていきます。シュート。セリエ A 第15節、本日のゲームはコロッセオでロス・デポルスで行われます。この時間はチェゼーナ対 AC ミラン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。セリエ A 第15節、チェゼーナ対 AC ミラン。チェゼーナ強豪と呼ばれるチームと今日は戦うことになります。もし今日勝てばそれはそれで強豪相手に大きな一勝になりますからね、はい、まあ言ってしまえばこっちはそれを期待しているわけですからね。ぜひ何かやってほしいですよね。そうですね。ビリア、裏を狙ってシュート、チェゼーナ、イランから先にゴールを奪います。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の世界で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。アルカス、シーズン5ゴール目となります。さあチェゼーナ立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言えますよ ね。 そうですね。この後も流れに乗りたいです。シュート、どう枠に当たる、うわー、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。いやシュートの前のパスなんですけどもね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とす、クレバーなプレーだったと思いますね。ボールの奪い合い激しいものがあります。裏を狙う、ホームゲーム5試合遡ってみるといずれも全勝と、この地元での強さが輝いています。チェゼーナ、アーチのようなパス、一気に前線にボールを送る、ナイス。チェゼーナ現在ここまで1点リードといい流れで来てますね。そうですね、まあ、意外といえばあれなんですけどもね、しっかりリードしていますからね。前半はとりあえず無失点で乗り切りたいところですよね。長いボール縦へ、ジャスルダイン、ルーカス・パケタがここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。さあつながるか、ボナベントゥーラ、ケシエから長いボール縦へ、チェゼーナ、ここでファールをもらいます。
チェゼーナ奪い返します。裏へ届くか、裏へ飛び出した、シュート防いだ。ミラン同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。チェゼーナ嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。そうですね、今の状況はゴールキーパーに感謝ですよね。ジャスルダイン危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ケイシエからリカルド・ロドリゲス、クロスを上げる、ここは抑えました。右サイド上がっていく、スルーパスを狙う、アルカス、スペースを狙う、このボールに触ります。キーパーからのロングフィード、リガルド・ロドリゲス組み立てていきます。スルーパスを出す。チェゼーナとしてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。上がる、このクリアボール拾いたい、裏へのスルーパス、フリーで受ける、ちょっと浅いか、右サイド上がっていきます。いけるか、クリアです。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。スルーパス、旗は上がっていません。シュート、こぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。今シーズンの3ゴール目となります。さあチェゼーナ得点を重ね2対0という展開。チェゼーナとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。ここで前半が終了しました。しかしこの追加点は驚きましたね。このまま終了した雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうか、わからないでしょう。セリエ A 第15節、チェゼーナ対 AC ミラン。チェゼーナ前半終わって2対0、2点リードのまま折り返します。後半ゲームはスタートしています。裏のスペースを狙う、スルーパスを出す、激しいボールの奪い合いです。ボナベントゥーラ、ここでファールがありました。幸運にも注意に終わりました。ナイス、ふわっとしたボール、もっといいボールでしょう。フランク・ケシエ、前線へこの長いボール、いいプレッシャー、ケシエからのフィードボール、これはどうだ、シュートレンジです、シュート、チェゼーナ完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しか
足惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ここは先に触ります。 AC ミラン、ピョンテク、これ仕掛けるか。さあ繋がるか。さあカウンターを仕掛けます。ナイス、チェゼーナ。このセカンドハーフの序盤を2点差でリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。この時間帯で考えますと 2-0 って追いつける可能性もあるんですよね。ですからやっぱ油断できないですよね。でも逆に追加点が入るようなことがあれば、早い展開で勝負ありみたいなところは正直ありますよね。まあサッカー経験者なら分かると思うんですけども、ハーフで3点そうそう取れないですからね。ナイス、仕掛けるか。ボナベントゥーラ、いけるか。裏を狙う、来たか、収まった。フリーだ。さあ来た。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。チェゼーナとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して、隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。チェゼーナ、メンバーチェンジです。スペースを狙う、これ仕掛けるか。足元大事に行きます。上がる。ミラン、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。これを拾いたい AC ミラン。裏へのスルーパス、抜けた。ミランが最後のカードを切ります。スルーパス、いいオーバーアップですよ。ジョルザ、ボールはジョルザ。非常に攻撃的なサイドバックの選手です。リカルド・ロドリゲス、裏を狙っていきます。いいとこ入りますよ。裏へ飛び出した、メルテンサー、止めた。ここ拾って次につなげたい。チェセーン、メルテンスからケシエ、フリーだ。シュート、守護神が弾く。もう一つ前に行きたい。ボナベントゥーラ、裏へ届くか。つながります。クロスを選択、シュート。オフサイドですね。チェゼーナ、これで交代枠を全て使い切りました。サム・カスティジェフ、ボナベントゥーラからこのフィードパス、おっと来た、かわす、シュート、
リューズボール、ここで笛です。2対0、続いてスクンのゴール、勝ち点3をものにしました。リーグ4位。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。チェゼーナとしては前半からしっかり2点を奪っていけたのは、その後の試合運びがしやすくなるといった意味でも非常に大きかったですよね。失点もありませんでしたし、納得のいく試合だったんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の解説は北澤豪さんでした。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。セリエ A 第15節、チェゼーナ見事勝ち点3を得ています。